土屋隆は、日本の銀行家。大垣協立銀行代表取締役会長。大垣商工会議所名誉顧問。2008年乱受報奨。土屋人氏大垣協立銀行頭取の子として、岐阜県大垣市に生まれる。祖父は同行頭取、会長を務めた土屋義尾。慶応義塾大学法学部卒業後、富士銀行勤務を経て1977年に、 大垣共立銀行に入行。1993年頭取に当時全国の地方銀行で最年少の46歳で昇格。以来、銀行はサービス業であると唱え、意識啓発を図り明確なリーダーシップした斬新なサービスを打ち出した。2019年6月、26年間在任した頭取から代表取締役会長に退いた。 大垣商工会議所会頭、岐阜経済同友会代表幹事も歴任した。2010年からは、土屋隆のペンネームで作詞家としても活動し、後に鬼頭明も歌唱した大久部ソングをはじめとした大垣協立銀行のイメージソングや取引先企業の社迦など10曲を書いた。2018年には、岐阜県立岐阜清流高等特別支援学校の校歌、 ユアドリーム清流と共にの作詞も、土屋隆史と生徒たち名義で手掛けている。2020年9月下旬に新型コロナウイルスに感染し入院していたが、同年11月4日未明、急性呼吸不全のため死去。74歳没。12月17日に大垣フォーラムホテルでお別れの会が開催される。死没日をもって、生後以位、朝日中樹症追贈。 土屋隆史に関するカテゴリー、ありがとうございます。